ここもデザインされてまた小野瀬、5点目湘南、新加入の小野瀬が決めました。センスの塊じゃないですか。何でもできますし、はい、ゴール前のアイデアだとか、クオリティとかっていうのは、学んできたところがたくさんあるかなと思うし、すごい頼れる存在かなと思います。天才っすね。攻撃のところはすごくクオリティが高いし、技術があるなって感じです。技術と想像力、アイデア、そこは一番だと思ってます。いろんな攻撃的なアイデアっていうところも増えてますし、それを実行して成功することによって、自分自身も自信についていいリズムでやれてるかなと思います。高3でデビューした時よりもプロになって初スタメンで出た方が緊張してましたね。で、足つって変わったのを覚えてます。朝飯が全然食えなかったですね。緊張して、なんかあれほど緊張したことはないと思います。今も変わらずすごいリスペクトしてます。多分一番最初に来て一番最後に帰ってたんじゃないかってぐらい、多分自分に時間を費やしてると思います。あれだけの年齢でやられてるだけの準備を人一倍もっとかってぐらい準備してきてたんで、そこはみんな見習ってたと思います。向こうは全然そんな気にしないと思いますけど、なんか俺なんかが LINE していいのかなっていうのはあるんで、おこがましくて全然連絡取れないです。自分を変えなきゃいけない、人生で一番悩んだっす。 J1 クラブに行きたいっていう、このまま終わりたくないっていう、後がないっていう状況だったんで、いい決断できたかなと思います。環境が変わったんで、その中でいろんなものに対応しなきゃいけないわけですし、ハングリー精神じゃないですけど、すごいギラギラしてたし、尖っていました。しもさんとの出会いというか再会か、点取らせてやるっていうことで、攻撃的な選手は通じたって言われてきて、忘れてたわけじゃないですけど、志麻さんがまた改めて思い出させてくれたというか、攻撃的な良さというか部分を引き出してもらったっていうのを覚えてます。誰からも何も言われないような結果というかは残せたんで、半年で、すごいいい経験だったかなと思います。エージェントから連絡が来て、ガンバからオファー来るって、まだ誰にも言えないんですけど、すごい嬉しくて言ったのを覚えてます。大体サッカーやってるやつに聞いたらガンバは知ってるんで、今も変わらずビッグクラブだと思ってます。ガンバのネームバリューのおかげで全国区になれたと思います。まさかだったし、だいぶショックでしたね。もうその日は覚えてないですね、何食ったかとも。これも今だから話せるんですけど、10月中旬ぐらいから湘南から話し合ってて、でそのガンバの言われたのが11月
シーズン終わってすぐガンバを出ざるを得なかった。でもしそれが提示あったらガンバから出れたかなっていうのは、まあ、出れる勇気があったのかなって、ガンバから自分が、まあ、ちょうど良かったって強がりたいなって思います。サトシさんの存在が大きくて、まあ、この人のところだったらまたもう一度サッカー選手として成長できるだったり、もう一度活躍できるんじゃないかなっていう思いがあったんで、まあ、見返してやるじゃないですけど、ここからまたやろうっていう気持ちになりましたね。まあ、友達が山下啓太と山口聡しかいなかったんで、まあ、最初はちょっとパワー使ってさ、最初全然覚えてないんですけど、とりあえずもうこうなってました。この感じのやり取りというか、サトシさんの扱い方ガンバ移籍して10試合ぐらい点取れなくてずっといじられてて、まだ点取らないのとか、そういう、また今日も取れなかったねとか、そういう愛のあるいじりとか、そういうの全員にできる人なんで、僕ぐらいですね、タメ語で喋ってたの気づいたら、お前だけだよって宇佐美に言われたの覚えてます。仲いいっすね、全員が。なんか全員本当仲いいっす。まあそれ全員悪いわけじゃないですけど、固まることが多かったんで、なんか固まりがないっていう感じです。まあ下からも結構上の人に言えるような環境であるんで、それはすごくいいと思います。まあ多少思ってると思いますよ。調子のつたら柴くんで、僕が去年満了をもらって、まあ長くサッカーしてプロのチームにずっとしがみついてたいなって思いました。まあ今最初から変わらずですけど、そこを、まあ、攻撃的な部分でチームを助けたいっていうところは変わらないと思います。パスもドリブルも、まあ、なんていうんですか、チャンス作るところだったり、自分が決めきるところだったり、つなぎのビルドアップの部分で助けになったりとか、まあ、攻撃は全てです。まあ、ガンバ行ってプレーの幅広がりましたし、またこっち来てもさらに広がっている最中なんで、すごい今自分でもどこまで行けんだろうと思ってます。